打てなさそうなのでピクトグラムで乗り切る。食事は取るんじゃね、取るんだ。僕が茶道部へ入部した理由はわかるでしょう。いや、今日のテスト難しかったよね、特に裏面。みんな一度は共感すること。録音した自分の声がキモい。回転寿司初心者に間違った情報を教えてください。まずテーブルについている蛇口で手を洗います。きたきたきた、物心きた。お父さん、俺冒険に行ってくるよ。引きこもっとったらコンビニ行くのも冒険か。俺をコケにしやがって、こいつの悪いところを言ってください。暴力で解決するところ。満員電車、玉って名前つけたのに玉取りやがった。入試くらいなんだよ、俺なんて玉取られたんだぜ。新しい妨害アイテムが警官。最後の一人が帰るまでバレンタインの希望は捨てない。見たことないけど多分タイタニック。認知症のおじいちゃんがまた車を買ってくれた。人間2000体分の臓器、これを君に進呈しよう。病院のボーナスが現物支給。いくらとイラクの違い。米と合うのがいくら、合わないのがイラク。タラちゃん、マスオの歯ブラシで便所掃除。鉄火巻きくんない、あいよ。お前やれ、できなかったら指詰めろ、はい。鉄砲の弾を避けまくるゴン。冷えピタの粘着力をなめてたわ。同時に倒さないと相互蘇生するタイプの敵。さて、非常口の時間だ。お父さんもお母さんもお兄ちゃんも恥ずかしいことなんか一つもないぞ。もうこの際開き直って思い出にする。いつも応援ありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。